ました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ですね、今日は8月8日火曜日の農業日を担当します松尾美恵です。どうもよろしくお願いします。ヤッホーってヤッホー。今日はですね、私はいろんなメンバーに、いや、いろんなって言っても3人なんですけど、会いましたね。そう、れいちゃんのストーリー見たかな、皆さん。なんだっけ、224レイセイミア、セイミアレイ、レイセイミア2403インスタ見た？あ、見ました。だってそう、今日は一緒にラジオ撮ってて、パジャマじゃないよで、そう、そこでね、あのカッキーにも会えました。白くて見えないって、見えてないの見た、れいちゃんの、そうそう、2403って何って、あのねその話したから、来週か再来週かその次の週のラジオを聞いてくださいはい、あとはね、今日朝髪を染めてきました今日はだから朝から結構充実しております。皆さんはもうちょっとでお盆か、まだお仕事はありますかね。11とかからお盆ですよね。忙しいのかな今トリートメントもしたってしたよ髪がねすぐ痛むから、私はサラサラにしてもらいました。だからね、前髪とかさ、いつも自分で巻くけど、やってもらったからね、なんかね、不思議な自分じゃないみたいそう、あ、髪色良きって、ありがとうございます。つやつや、あ、甲子園私も見てますよ。久保さんとその話しました。そう、じゃあね、農業日選手権をねやると思います。今週、先週と今週は配信日が少ないので合同でやっていきます。競技はカラフルスイカの種です。こちらの、じゃん、スイカのイラストにの種の部分に色を塗っていきます。制限時間は30秒で、1回使った色は使えません。そして汚く塗った種はノーカウントです。週の中で最もたくさんの種に色を塗ったメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。で、昨日ね、はずきさんみたいなけど、はずきさん3個だったらしいです。ちょっと相場がわからないんですけど、私昨日ブログを載せたんですけど、皆さん見てくれたかな。あの、最近の趣味が塗り絵なんですねだからちょっと向いてるかもしれない。じゃあやるか、怖いな。何個あるんだ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12個あるから、30秒でしょ。6個は塗りたいな。よし、どうしよう、ちょっと色鉛筆に近づいてきてもらって、よいしょ。じゃあ頑張りますよ、全部で。じゃあ全部塗るか、よーい、ドン、急げ、あ、塗れない。1、2、あ、結構時間かかるな。待って、結構時間かかるわこれ。何色でもいいから出ておいで。あ、なっちゃったなっちゃった。はい、4個でしたね。全然できなかったね。4個だけど、葉月さんには勝ちました。うん、可愛い色ですね。いい感じ、素晴らしい。ほんと？ちょっとなっちゃいましたけど、ちょっとね、本当は金とか銀とか使いたかったんですけどね、ちょっとそんな時間はなかった。
じゃあ書きますか。8月8日、後のみんなを待ちましょうね。よし。ああ、結構楽しみにしてたのに一瞬で終わっちゃった。リカちゃんが取ったのね。あら、もう負けているのね、私は。残念。はい、じゃあね、最近の話をしますね。最近は全通しているんですけど、そうなんですよ。あのアンダーライブのね発表がありまして、9月の29、30、10月1日の3日間なんですけど、結構すぐなんですよね。全国ツアーが終わって1ヶ月空いてすぐに始まるんですけど、そう、横浜アリーナなんです。え、そっか、あれか、ツアーに来てくれた方、愛知県の会場にいた方はアンダー曲聞いたことがあるんですね。ありがとうございます。どうだったかな。え、文化祭とか打ってるんだ。なんだろう、そんな時期ですね。もしかして、もしかして、いいな文化祭。文化祭いいですね。名古屋行った？ありがとうございます、来てくれて。早く聞きたい。だってそうで、そうか、楽しみにしててください。まだ聞いたことがない。そっか、そうね、あ、そう、ワンダーライブは横浜なので新幹線でピューンって来てください。疾走感ありました。 MV も楽しみ。そう、 MV もまだまだまだ秘密ですけど、どんなかなって想像しててください。アンダラ行くね。だって本当？来てくれますか？香川から飛んでくよって、すごい。じゃあみんな、横浜は美味しいものがいっぱいあるから遊びついでに来てくださいね。そう、愛知県が一番最近の全国ツアーの話に戻りますね、なったんですけど、めっちゃ今年初めて全通での愛知県でひつまぶし食べました。あのね、いつも愛知県はひつまぶしと、まあいろいろあるんですけど、あの野菜スティック、野菜切ったやつにきゅうりとかに、あのそう、いろいろあって、ブワーって野菜がね、それでお味噌の種類が3個ぐらいあって食べれるんですけど、葉月さんがすごいすごいいっぱいキュウリを持ってってて、それを斜め後ろの席から見てて可愛かったです。あとね、楓さんはいっぱいスイカ食べてました。あ、つけて味噌、かけて味噌、そう、買って帰ろうって思ったんだけど、買って帰り忘れた。ツバメパンありました。あとね、何食べた、いっぱい食べたな。でも本当にひつまぶしが美味しすぎて感動してしまって、すんごいいっぱい食べたね。あとね、芋けんぴ、美味しい芋けんぴがありましたよ。そう、あ、ピオリンのね、なんかね、見たかな、多分告知写真とかでいっぱい出てたけど、ピオリンのぬいぐるみがいました。初めて見た。あんなの、あんな可愛い。初めて。そのままのピオリンだった。そう、楽しかったですね。すごい。みんなで
美味しいものをいっぱい食べました。あとはね、ここまでだと、まあ、いろんなところ行ったんですけど、最近は何があったかな。皆さんは何がありました？私は日傘を買いました。あとね、何があったかな、宮城県、そうですね、あとは宮城県と神宮です。残すところ、すごいあっという間ですね。寂しいな。フォーク買いました。そう、私フォークが好きで、でもフォークばっかり買ってるからさ、スプーンがなくてさ、今ちょうどいいサイズのスプーンを探してるんですけど、そうなんですよ。神宮、今年はちゃんと UV カットパーカーをあらかじめ買いました。去年は何も持っていなかった、何も持たずに神宮に乗り込みました。去年は私怖かった、暑すぎてフォーク担当。神宮来ます？神宮来る？あ、そうそう、今日そう、カッキーとね、ゆりちゃん誕生日だから、おめでとうな日ですよ。88、うん、何があった？マヤタの写真集まだ見れてないんですよ私。すっごい見たい。絶対可愛いよね、告知のやつだけでさ、全ページ絶対に可愛い保証がある。日焼けしました？私しましたかね、わかんない。そう、すごい楽しみ。さくちゃんもね、写真集あるし、セイラちゃんもあるし、楽しみですね。全部見たいな。久保さんのを見たい。まだ見れてなくて、見たいですこんばんは。ね、沖縄行ってたね、さくちゃんあとはね、最近何してたかな、私全然覚えてないけど、あ、そうだそうだ、今日ですよ。今日ゆなちゃんのラジオで、あの千葉のユニット、千葉県出身のメンバーのユニットの命の冒涜が今日ね、音源が出るので、皆さん聞いてね千葉曲。なんかね、私がブログに、あのバッティングセンター行きたいし、あのバスケがしたいみたいに書いたら、ゆなちゃんから連絡が来て、わかる、行きたいよねって来て、誰も共感してくれてなかったからさ、それまで。だからね、すごい嬉しかった、行きたいんだよね。そう、今甲子園やってるじゃないですか、めっちゃお家で流してます。ね、なんかなんて言うんだろう、体育の授業がもうないからさ、から急にしたくなる。なんか球技別に得意じゃないんですけど、でもね、一回だけあの東京パソコンクラブの収録でバッティングセンター行って、めっちゃ楽しかったんですよ、思ったよりできて。だからちょっともう一回行きたいなねえ、スポッチャとか行きたい。もうなんかいっぱい、なんかできるかできないか置いといて、いっぱいなんか遊びたい、そういう体を動かす遊びがしたいです。行きたいな、一日いるね。うん、あとはね、何があったかなあ、そう、あーやとね、あーやと髪型を一緒にする約束をしてるんですけど、の曜日を通じて、まだしてないんですよ。全通のあれでしようねって言ってるんですけど、
何しようかなって思って、そう前に宿題で私があーやに何か一緒にしようねって言ったら、髪型お揃いしたいって言ってくれて、神宮でやる？なんかあーやがやんなそうな髪型したいんだよね。そう、私はハーフアップが一番楽なんですけど、楽っていうかね、すごい気合が入る髪型。神宮雨降るかね、どうだろう。雨降ったらちょっと考えるよね、髪型。髪染めないの？髪染めてますよ私。降る？降るかな。なんか降ってもさ、ちょっと去年すごいかったじゃないですか。だから怖いですね、とんでもない雨が降ったら。恐ろしいけど。で、2日目やばかったね、去年の。覚えてる？覚えてる覚えてる。今年はどうなりますかね。4日間ありますから。あとはね、何かあるかな。私は最近ね、何してましたかね。ちょっと一回宿題先やりますね。はずきさんからです。じゃん。夏が終わるまでにはずきとやりたいことだって。でもね、一個ね叶いそうなんですよ。私今日声変なんですけど、気にしないでください。エアコンで喉やっちゃいました。そう、声枯れてきてるって言われたけど、今日ね、そう、今日のラジオの収録の時もすごかった。すんごい声だった。あ、確かに、葉月さん、バッティングセンター行かないかな？一緒に行ってくれるかな？でもなんか王道な夏休みが夏っぽいことをしてみたくて、去年前日中に神宮の後ろのモニターに映すように、手持ち花火を各会場でみんな、なんていうの、映像を使うように撮ったんですよ、花火してるやつを。だからちょっと夏気分できたんですけど、今年花火見てもないしやってもなくて、だからなんかできないかな。あったよね。あとかき氷昨日食べた、お母さんとかき氷食べました。 2回目か、今年。1回目はどこだったっけ。私どっかでかき氷食べたよね、1回。どこで食べたんだっけ。忘れちゃった。1回目か2回目のかき氷を食べました、昨日。あれだ、そうだそうだ、広島、北海道か、北海道で食べたんだ、全通で食べました。どっかで話した気がする。めっちゃ美味しかった。北海道すごい私の今の一人様天国ってタイトルじゃないですか、33枚目シングルが。で、なんか絶対みんな聞かれるであろう質問が、一人で最近したことありますかじゃないですか、王道なね、かけた質問が。だからなんか準備をね、いや別に何をとかじゃないんですよ、勝手にやってみようって思って、北海道に行きたいんですよ、一人で。なんか何回か聞かれたんだよな。だからそうなんですよ、北海道に行きたいです。違うよ、葉月さんとしたいことの話なんだよ、一人の話しちゃったよ。葉月さんとはでも一個ね、楽しみがもうあるんですよ、秘密だけどね。
だから楽しみましょうね、あずきさん。伝わんなそう。伝わんなそう。伝わるかな。でもこれしたいあれしたいって話を結構よくするので全部しましょう。この間の愛知の1日目終わった後に結構遅くまでみんないろいろやることがあってみんなやってたんですね。その時みんな本番終わった後でしかも当日入りだったからすごい時間起きてて、なんかもう変なテンションになっちゃってすごい楽しくなっちゃっていっぱいなんか何ていうの内容もないのに話しかけたくなっちゃうんですよ、私疲れすぎると人に。だからもうめっちゃすごいアーヤとかにもなんかねとか言って急に話しかけちゃった。すごいいっぱい話しかけてしまった人々にちょっと反省してる。すごいなぎちゃんとかにもいっぱい話しかけちゃった。でね、はずきさんにもねいきなり話しかけちゃって楽しかった。でもそうすごい楽しかった。疲れすぎるとね楽しくなっちゃうんですよね。そうだからはずきさんいっぱい叶えましょう。この間すごい可愛いなんだっけ線香花火があって売っててちょっと買おうかもやったけど買うべきだったな、一緒にやればよかった。そう花火まだしてないから。あ、じゃあ明日のメンバーの話をしますね。明日のメンバーは誰だと思いますか。ヒントはですね、何でもできるね。器用な子だなと私は思っています。で、命の冒涜も一緒に歌っております。誰でしょう。あ、もうあ、すごい答えが結構出てきているね。本当に何でもできる、すごいすごい、私は尊敬している。でもこの尊敬のが全部本人に伝わってるか分かんないけど。あ、1万人ですって。こんにちは、こんばんは。そうね、もう出てるね、みんな分かってるね。明日はいろはちゃんです。イイ。ごめんなさいね、本当にもうね声が汚いです。明日はいろはちゃんです。あ、大きい声出せば大丈夫か。じゃあいろはちゃんに宿題を出しますよ。いろはちゃん、なんだろう。なんだろうな。いろはちゃんに宿題、なんだろうね。なんかすごい、でも不思議気になる存在です。気になる存在。何か歌ってもらう。そんなね、そうやってこれ経由でいろはちゃんの歌声を聞こうだなんてちょっと思ったよ、それは。でもいろはちゃんは今2個下か、私。ってことは高校3年生高校3年生ですか、いろはちゃん。高校2年生。あら、思ったより若い。まだ高校生か。あ、千葉のいいところ聞く。あ、じゃあ
千葉を、私さ、なんかさ、前もさ、誰かに千葉のいいとこ聞いたよね。アルノちゃんだっけ？ もう本当私、なんでこんな千葉のこと知らないんですかね。じゃあ、命の冒涜を、どうしたらいいんだろう。千葉県、そう、私はあんまり千葉県について知らないんですけど、知ってるよ、知ってるけどね、知ってるんだけど 知ってるんですけど、多分私よりはみんな詳しいはずだから、ちょっと待って、助けて助けて、シティガールとか、どうしようどうしよう いろはちゃん、いろはちゃんにみんな何してもらう？何でもしてもらえるんだよ じゃあ千葉県の非公式 PR ソング今作って ね、今作って歌って久々に下の名前で自分の名前書いちゃった。千葉県の非公式 PR ソング今作って歌ってっていう、すごい、ごめんね、いろはちゃん ごめんね、信じている。だってあなたは何でもできる最強だもん。はい ってことで、もうね、あとちょっとなっちゃった 大丈夫かな。まあ、いろはちゃんはね、何でもできるんで、皆さん知ってるでしょ。私は知ってる、何でもできるから。これがね、いつかシングルとかになるかもしれないし、はい、ってことで、もうちょっとで終わりのお時間が来てしまうんですけど、何かありますか スクショタイム？何だろう、何だっけ。この間ね、ゆなちゃんとね、千葉県ポーズを作ったの。あ、これだ、なんだっけ、ピーナッツ ピーナッツポーズ、どっかで流行らせておいてください。ぬいぐるみ、そう、並べたんですよ、本番前に。あんなら行こうか迷うって、おいでー みんなおいでー、待ってるよー。今チケット発売中だよー じゃあね、最後のセリフを先に言っときますね。の行日、火曜日終わりのお時間です。次回のの行日の配信時間は決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせ。ツイッターじゃないんですよね、今 X なんですよね 怒られちゃう、イーロン・マスクに。ツイッターじゃなくて X です で、お知らせします。それでは今日のお相手は松尾美優でしたって言って、あと45秒残っている そう、公式 X なんですよね。今日ラジオでもその話したの。聞かれてるかもしんないから X って言っとかないと わら、 Twitter の方が馴染みありますよね、文言的には。じゃあ、3人の集合写真 撮れた いい？バイバイ。じゃあ本当にバイバイです。それでは、さっき言ったね、松尾美優でした さようなら、バイバイ。